て飲みた。買ってくれたら安くするよ。この商売上手め。新製品は日向ぼっこしたチョコモの香りだよ。爆破で停電してから明かりがうまくつかないんだ。じゃあ配線かな。あ、何します？洗濯用洗剤大量入荷。予備の電球を買ってくれたら安くよ。この商売上手め。新製品は日向ぼっこしたチョコモの香りだよ。今日はタイヤくぐりで一番。私はかけっこで一番。はいはい、ご褒美のお菓子一個選んでいいよ。マコーロ話が止まんねえんだ。もうシンナも黙っちゃいないだろうな。プレジデント、テレビに出てくれないかしら。気合の入る演説を一発ぶちかましてもらいたいね。アバランチはウータイの手先だとテレビで言ってたぞ。戦争は終わったと思ったのに。ったく、
心配でおちおち眠れんよ。もう死んだも黙っちゃいないだろうな。大人は入れません。気合の入る演説を一発ぶちかまして。じいちゃんの魔功路話が止まんねえんだ。アバランチはウータイの手先だよ。大人は入れません。ったく心配でこちこち眠れ。サボテンダーガム当たり出るか。今日はタイヤ作りで爆破で停電してから細かい部品高値で買うよ。だんだん働く気がしない。 S80 番台のネジなら今ならいい値がつくよ。あんなことになるね。細かい部品高値で買うよ。ダメだ、働く気がしねえ。勝手に出ていくわけにもいかないか。勝手に出ていくわけにもいかないか。あんたエアリスの何？勝手に出ていくわけにもいかないか。勝手に出ていくわけにもいかないか。あのスパナ超レア。 S80 番台のネジなら今ならいい値がつくよ。S80 番台のネジなら今ならいい値がつくよ。あんたエアリスの何？あのスパナ超レア。細かい部品高値で買うよ。あんたエアリスの何？こ買うよ。爆破で停電。あ、何します？つかないんだ。じゃあ配線かな。デブチョコボアメって知ってる？もう死んだも黙っちゃいないだろ。大人は入れません。テレビに出てくれないかしら。気合の入る演説を一発ぶちかましてもらいたいね。アバランチは舞台の手先だと。戦から5年、人々はまだ戦争を忘れていません。番組では戦争によって孤児になった子どもたちへ取材を行いました。
今日もクールだぜ。リミンたちの間では魔法の またな。売り上げの一部はリーフハウスに寄付してるよ。値引きはしないからね。じゃあな、さっさと選びな。避難者に対する支援として、アイテムは金と引き換えだよ。またな。アバランチの隣に対して多くの住民たちが避難の声を上げています。明日は予定を変更してミッドガル市民たちによる抗議集会の様子を見せます。今日も来るんだぜ。シンナカンパニー関係者によりますと、犯人グループは爆破の影響を受けていない地域に店を構えている。このお店のお姉さん、愛想ありゃけどいい人だよ。を視野に入れていると。アバランチの魔法炉爆破は、ウータイの消防した策略であると発表しています。市民の間には動揺が広がっています。冷戦から来て、人々がただ戦争を続けています。番組では、戦争によって不備になった子供たちへの対応を。どんよりとした曇り空の一日になるでしょう。ところによっては雨が降るかもしれません。1番街、8番街、5番街の避難所には、もし戦闘になったら軍に加わるの？もちろん、私たち大事を守るためだもん。シンナカンパニーは所有するアパートや住宅を期間限定で無料貸し出しと検討していると発表した。私も自警団の手伝いを始めようと思ってて。歓迎よ。アバランチの行いに対し、一緒にアバランチと戦いましょう。多くの住民たちが避難の声を上げています。明日は予定を変更してミッドガル市民たちによる抗議集会の様子を待ち受けます。もし戦争になったら軍に加わるの？もちろん。シンナカンパニー関係者によりますと、犯人グループは爆破の影響を受けていない区域に拠点を構えている可能性があり、軍による大規模な捜索を視野に入れているとのことです。アバランチの魔法炉爆破はウータイと共謀した策略であると判明し、市民の間には動揺が広がっています。停戦から5年、人々はまだ戦争を忘れていません。番組では戦争によって孤児になった子供たちへの取材を行いました。市民たちの間では魔法炉爆破の黒幕とされるウータイへの反感が高まっており、一部ではすでに戦争は始まっているという声も上がっています。本日プレジデントによる正式な宣戦布告を期待する市民たちが2番街の公園で集会を開いています。のミトガルはどんよりとした曇り空の一日になるでしょう。ところによっては雨が降るかもしれません。1番街、8番街、5番街の避難所には家に帰ることができない多くの市民たちが身を寄せています。避難者に対する支援としてシンナカンパニーは所有するアパートや住宅を
期間限定で無料貸し出しすることを検討していると発表しました。アバランチの行いに対し、多くの住民たちが非難の声を上げています。明日は予定を変更してミッドガル市民たちによる抗議集会の様子を生中継します。シンナカンパニー関係者によりますと、犯人グループは爆破の影響を受けていない区域に拠点を構えている可能性があり、軍による大規模な捜索も視野に入れているとのことです。アバランチのマコーロ爆破はウータイと共謀した策略であると判明し、市民の間には動揺が広がっています。冷戦から5年、人々はまだ戦争を忘れていません。番組では戦争によって孤児になった子供たちへの支援を考慮します。愚かなのね。市民たちの間ではマコーロ爆破の黒幕とされるウータイへの反感が高まっており、一部ではすでに戦争は始まっていると言われています。本日、ブレジデントによる正式な公開を期待するために、たまるか。2番街の公園で集会。アバランチなんて怖くないわ。天気予報をお送りします。アバランチの向かいに騙されてる。どんよりとした曇り空の一日になるでしょう。シンナ軍に協力しなくちゃ。ところによっては雨が降るかもしれません。避難者に対する支援として、シンナカンパニーはアバランチの妨害に騙された。アバランチに集まりねえ。マコーロが止まったら生活できねえよ。俺たちは戦わなきゃならんのだ。ビットガルを壊す奴らとな。アバランチの行いに対し、多くの住民たちが避難の声を上げて、いざとなれば戦うぞ。まずは自分を変更して、事件だね。対応策を考えようって話してる。俺も協力するぞ。軍にいた経験を生かす時だな。関係者によりますと、犯人グループは爆破の影響を受けていない区域に拠点を構えている可能性があり、軍による大規模な突破。アバランチの奴らありえねえ。マコーロが止まったら生活できねえよ。俺たちは戦わなきゃならんのだ。ミッドガルを壊す奴らとな。市民の間には動揺が広がっています。停戦から5年、人々はまだ戦争を忘れていません。番組では戦争によって孤児になった。犯人逮捕はまだか。市民たちの間にはマコーロ爆破の黒幕とされるウータイへの反感が高まっており、アバランチもウータイもクソくらい。戦争は始まっているという声も上がっています。アバランチはウータイに騙されとる。プレジデントによる正式な宣戦布告を期待する市民たちが2番街の公園で、犯人逮捕はまだか。ウータイの奴らめ懲りとらんのか。明日のミートガルはどんよりとした曇り空の一日になるでしょう。アバランチもウータイもクソくらい。雨が降るかもしれません。私らの町を守りたいね。1番街、5番街の日、誰を信じるのが正解。ない多くの住民たちが、次はどこが狙われる。避難者に対する支援として、シンナカンパニーはアバランチだかアバンチュールだか知らないけど、あの人たちの信用ではないんだってことを検討していると。あれも言っても、あの人たち結局上の連中が羨ましいだけでしょ。多くの住民たちが避難の声を上げています。明日は予定を変更して、プレジデント信頼の言うことなんて、みんな嘘たち。爆破の影響を受けていない国が自分を構えている。戦争によって孤児になった子供たちへの対応を行います。
他の黒幕とされるウーサリへの反感が高まっており、一部では結局自分を信じなきゃ。私は私に嘘をつかないからね。大きな戦線不足を期待する市民たちが二番街の公園で期待を開いています。プレジデントシーナの言うことなんてみんな嘘っぱち。明日のミートガルはどんよりとした曇り空の一日になるでしょう。ところによっては雨が降るかもしれません。誰を信じるのが正解。一番街、八番街、五番街の避難所には家に帰ることのない多くの市民たちが避難者に対する支援として、あの人たち結局上の連中が羨ましいだけでしょ。期間限定で無料貸し出しすることを検討していると発表しました。アバランチの行いに対して、アバランチだかアバンチフルだか知らないけど、あの人たちも信用ならない。明日は予定を変更してミトガル市民たちによる抗議集会の様子を待ち受けた。これ以上ミトガルを壊されて頑張るか。リーナカンパニー関係者によりますと、犯人グループは爆破の影響を受けていない。アバランチなんて怖くないわ。次はどこが狙われる。大規模な攻撃を視野に入れている。自分を信じなきゃ。私は私が嘘をつかないから、シンラ軍に協力しなくちゃ。ウータイと共謀した策略であるか。市民の間には動揺が広がっている。番組では戦争によって個人が舞台の奴がコリとなんのか。サクラが市民たちの間では魔法の他の黒幕とされる舞台への反感が高まっている。アバランチは舞台に騙されたすでに戦争は始まった。犯人逮捕はまだか。勝手に出ていくわけにもいかないか。勝手に出ていくわけにもいかないか。勝手に出ていくわけにもいかないか。雨が降るかもしれません。スタンプの兄プレッシャーなのかな。一番街、八番街、五番街の避難所には家に帰ることができない多くの市民たちが。うん、武器が欲しいのか。避難者に対する支援としてテレビつまんない。シンラカンパニーは所有するアパートの自宅を期間限定で無料貸し出しすることを検討していると発表しました。アバランチの行いに対し多くの住民たちが、それは武器屋じゃねえからな。自分の身は自分で守る。これがスラムの常識よ。身は守れそうか。
ってらっしゃい。また寄ってくれ。多くの住民たちが避難の声を上げています。まずは予定を変更して、武器が欲しいのか。ミトガル市民たちによる抗議集会の様子を生中継します。お前に売る武器はない。ミナカンパニー関係者によりますと、なぜなら原因はあっちだ。犯人グループは爆破の影響を受けていない区域に拠点を構えている。俺は武器屋じゃねえからな。いや、どれにする？大事に使ってやってくれ。スラムまで爆破されないわよ。期待する市民たちが2番街の公園で集会を開いています。天気予報を目撃。犯人逮捕はまだか。明日のミートガルは何年んだよ。曇り空の一日になるでしょう。ところによっては雨が降るかもしれません。アバランチもウータイもクソくらい。1番街、8番街、5番街の市民たちは戦わなきゃならんのだ。ミッドガルを壊す奴らとな。避難者に対する支援として、不審なカンパニーは所有するアパートや住宅を期間限定で無料貸し出すことを検討していると発表しました。ウォールマーケットは恐ろしい。アバランチの行いに対し、多くの住民たちが避難の声を上げています。明日は予定を変更して、ミッドガル市民たちによる抗議集会の様子を待ち受けています。味付けの
新婚旅行、どこがいいかな。そうなのよ、他の町じゃ再現できないのよ。スラムの味にはならない。そうなのよ、他の町じゃ再現できないのよ。Huh?